では、母音は、A、I、U、E、O の5種類を基本としますが、琉球方言では、A、I、U の3種類の母音が基本です。琉球方言には形容詞がありません。名詞たすあり、日本語の古語ありと同じが変化したからあんという形で形容詞に相当する表現をします。では、どうぞ。現在でも日本各地に残っている地域方言。方言の分け方は学者によって異なっているのですが、参照されることが多いのは、1953年に東條操氏が発表した区画で、この案では大きく分けて、北海道方言、東北方言、関東方言、東海・東山方言、八丈島方言、北陸方言、近畿方言、中国方言、雲白方言、四国方言、豊か日方言、声畜方言、幸澄方言、奄美方言、沖縄方言、先島方言に分類されており、さらに大きな分け方ですと、本土方言、東部、西部、九州と、琉球方言、奄美、沖縄、先島に分類されます。本土方言と琉球方言とでは、イタリア語とフランス語ほどの差がありますが、2つの方言が分かれたのは紀元前後以降、奈良時代以前と考えられており、ある時期に九州地方から南西諸島に集団移動した人々の言葉が、琉球語、琉球方言の母体となっているそうです。さて、ご紹介する映像は、沖縄出身のお笑いコンビ、しゃもじのコントで、東京から沖縄に越してきたばかりの生徒が、英語の授業を受けたところ、予期せぬ展開が待ち受けていたという内容になっています。このコントは、日本語を学んでいる外国人の間でシェアされ、大人気に。かなりツボだったようで、コメント欄は、爆笑の絵文字で溢れていました。海外の反応。日本語を理解した気になってる者たちよ。この動画を見て、日本語の深淵を覗いてみたまえ。オーストラリア。沖縄方言だね。日本人でも、沖縄以外の人は理解できないと思うアメリカ。面白すぎて笑いが止まらなくなったマレーシア。ヌーの破壊力がとてつもない県アメリカ。方言次第で、日本語ってここまで変わるのか、ボリビア。ラッタッターって、言葉、語感が素晴らしい、イタリア。笑いすぎて、涙が出てきちゃったよ。前に、私の友達も沖縄の言葉を教えてくれたことがあったんだ。結構理解できたけど、例えば、もち、むちとか、いも、いむとか、やっぱり、も、が、む、になるから、見当がつかないのも、いくつかあったんだよね。カナダ。大阪弁レベルだよ、これ。全く意味がわからへん、原文ママ、国籍不明。15、20年前は、うちなあぐち、沖縄語をよく耳にしたよ。だけど、残念なことに、最近では、聞く機会が少なくなってきてる。若い子の多くが、東京のこっぽく喋ろうとするから。アメリカ。どうしよう。知ってる日本語じゃない。教師、わからない英語ありますか？生徒、わからない日本語があります。このやりとりのシーンで腹筋崩壊、インド。あれ、日本語って、こんなに難しい言語だったっけ？台湾。僕にも、沖縄出身の友達がいるんだけどさ、時々、彼の日本語が聞き取れないのは、僕のせいじゃなかったんだ、日本在住。ははは。このコント面白すぎる。沖縄では、スクーターを、ラッタッターって言うんだね。ノルウェー。俺が知ってる日本語とも違う。でも本当面白い、ポーランド。方言というより、独立した一つの言語に思えてしまう、タイ。3回目でも大爆笑できる破壊力がある、ベトナム。どうして、ショナ語を流暢に話せる日本人がいるのか、ようやくわかった。どっちも発音に即した文字を使ってるからなんだ。英在住。笑い死ぬかと思った。でも、おかげでちょっと沖縄の言葉を覚えられました、カナダ。とりあえず、ヌーのインパクトが強すぎる、オーストラリア。関西弁の方が難しいんだ。原文ママ、タイ。沖縄以外の日本人は理解できないってこと？多分、
俺の国の言葉も島ごとに違うだろうけど、インドネシア、沖縄方言、ヌーの汎用性は驚異的だね。でも、今私が勉強してるサヌキ弁よりは難しくないかも。カナダ、ああ、あの人が喋ってる沖縄語は本当だよ。あとは、語尾に根をつけることが多い。カナダ、沖縄の言葉は、日本語よりハワイ語に近いね、国籍不明。シンガポールのシングリッシュにも最初衝撃を受けたけど、今回受けた衝撃は、そんなもんじゃなかった、タイ。この動画を、沖縄出身の日本語の先生にも見てもらったんだけど、沖縄でも地域によって違うみたい。祖父母の世代なら、動画内の言葉を全部理解できるかもって。先生は、ハリーのとヌーしか知らなかった国籍不明。ラッタッターの語感が好きすぎる国籍不明。ヌーさえ覚えておけば、一人で沖縄に行っても、なんとかなり爽快。動画を見てこんなに笑ったのは久しぶりだ。アメリカ、ヘブライ語が難しいって言ってる人に見せてあげたい。日本語の方が明らかに難しいよ、イスラエル。沖縄の言葉を理解するのはまず無理そうだ。本来なら別の言語として区別されててもおかしくないもん。コスタリカ、沖縄の言葉に俄然興味が湧いてきた。イギリス、面白かったし、地域でここまで言葉が変わることが興味深かったよ、国籍不明。他にも多くの相違点がありますが、日本語、特に古語との共通点も多いので、外国語のようには聞こえますが、慣れてくると、現代の日本語と共通のルーツを持っているのだなと確信できるようになります。